ちは、ソニーちゃんのレミです。今回は視聴者さんからもらったプレゼントを紹介していきたいと思います。はい、これなんか視聴者さんからね、いただきました。ちょっと中もう封は開いてるんですけど、見てリミちゃんは多分見るの初めて。リミ見るの初めて。はい。多分ねリミちゃんの誕生日付近に来たから、もしかしたら誕生日プレゼントかもしれないので、ちょっとリミちゃんに開けていただきたいと思います。はい、はい、はい、1つ目、お手紙かな。すごい、見て見て、あ、すごい、ハッピーバースデー。やっぱりそうだね、10歳おめでとう。かわいい、すごいね、全部手作り、ね、こういうのが本当嬉しいよね。だってわざわざリミのためにさ、それを作る時間を割いてくれてるわけだからね。丸めちゃくちゃ綺麗、紙かな、すごいね、うん、リミちゃん、ちょっと荷物で全然動画映ってない次はい、じゃあ次、お、これは何、呪術廻戦じゃない、かわいい、違う、かわいい、五条さんまあまあわかんない、合ってた、うん、五条さん、五条、次、お、また呪術廻戦だ、ポスターだって、嘘、ちょっと開けてみようか、何が入ってるかわかんないタイプじゃない、うん、ちょっと開けてみようよ、破っちゃっていい、うん、破れちゃう、破れちゃう、テープ、あ、しょうがない、しょうがない、なんだろう、じゃあちょっと、リレン、リレン、お、すごい、ポスター2枚入ってるって、ほんと、お、あ、誰これは、この人だよ、ママ、あ、五条さんサトル、五条サトルさん、こっちはこれ誰さん、誰だっけ、もうちょっと広げたら名前が出てくると思う、下に、誰これ、誰だ、スグル、スグル、ゲ、ゲト、ゲト、ゲト、スグルだって、知ってる、うん、ゲトスグルさん、ゲト、違う、ゲト、ゲト、う、ゲトウスグルさん、あ、そうなんだ、ママ知らないからさ、ラバスタ、そうなんだ、だと思う、まだある、あ、かわいい、筆箱にもなりそうだね、ちょっとした呪術廻戦、うまいね、ね、こ中にもなんか入れるところある、うん、すごい、ちゃんと仕切りが入ってるね、あ、これ筆箱にもなりそう、シリカゲル乾燥剤入ってた次、お手紙、誰、名前書いてある、わかなちゃん、わかなさんからいただきました。なんかわかなさんさ、多分なんだけど、昔さ、もう何年も前なんだけど、プリパラやってた時にプリチケとかをさ、いつもプレゼントで送ってくれた若菜さんかなと思ってるんだよね。そうかな。なんて書いてある？リミちゃん、お誕生日おめでとう。今年で10歳ですよね。私はリミちゃんが幼稚園の頃から見ているので、成長早いなと思います。ほら、やっぱりそうだよ。いつも動画を見ていて面白いし、リミちゃんはとてもお兄ちゃん思いでね、と思っています。そうか？これからも姉妹で楽しい動画待ってます。プレゼントもあるので、ぜひもらってください。若手より。ありがとうございます。ハッピーバースデーって書いてある。すごい。ハッピーバースデーリミって書いてある、うん、若菜さん、やっぱりそうだよ、だって幼稚園の時から知ってるってことは、見て見て見て、クマちゃんいる、かわいい、若菜さん、ありがとう、ありがとうございます、パチ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 、すごい、新聞紙が入ってる
それはほら、あの荷物がさ動かないように固定するためのものだから。なんか入ってる。あ、まだ入ってる最後。あ、そうなんだ。かわいい。あ、すごい。突然現れたプーさん、かわいい。かわいい。え、かわいい。中こんな感じで、え、めっちゃかわいい。え、これかわいくない？っていうかね、こういうコップほんとね使うんだよね、マジでね。ありがたいです、いただけて。はい、ということでね、ほんとにね、若菜さん、もう幼稚園の時からずっと応援してくださって、またこうやってね、りみちゃんが10歳になったということでプレゼントをね、いただけてね、ほんとにありがとうございます。ありがとうございますね、ほんと。お布団それではバイバイ、グッバイ。